はい、皆さん、こんにちは。そろばん式暗算学子供の脳起きたるの著者の甲春語です。まあ、今日はちょっとですね、画質がちょっと悪いんですけれども、まあ、ちょっとご容赦いただければと思います。まあ、先日ね、合同練習会、川上総合学習スクールカウントスペース、それから寺子屋そろばんスクール、それから青山そろばん教室、アバカスタジオのね、まあ、5教室で、全科と学年別のね、合同練習会を行いまして、やっぱりまあ合同練習会っていいですよねっていう、まあね、まあそんな話です。まあ大会の前とかにはね、川崎の先生たちがね、結構集まって一緒に練習するんですよ。やっぱり本番前にね、同じような感覚で本番隣違うそろばん塾の子が当然来るわけですよね。まあ、やっぱり外との刺激がね、あるっていうのは、やっぱりすごく大事なこと、だと思ってますので、まあ常にね、こういう合同練習会やるんですけど、まあ50人ぐらい、入りましてですね、まあちょっとちょっと申し訳なかったのが、ちょっと密集しすぎてですね、ちょっとその後熱を出してしまった、生徒もいたみたいで、ちょっと換気をね、もうちょっとちゃんとしなきゃいけなかったかなとかって、まあすごくちょっと反省をしているところではあるんですけども、まあ、僕自身もね、ちょっとね、合同練習の後ちょっと熱を出してしまって、まあ、授業ね、一日杉田先生にお任せしてと。まあ、杉田先生はね、当日青山そろばん教室で授業があったので、幸いね、その密集したところには、まあ、来ずにっていうのは変かもしれませんけれども、それでね、授業を、まあ、代わりにね、まあ、本当でもね、代わりに任せられる人がいるってすごく大事だなと。まあ、杉田先生には申し訳ないですし、本当に、そろばん塾のね、生徒たちには本当に申し訳ないなと思っておりますけれども。はい。まあ、そんなところでね。でも、やっぱり、合同練習やるかやらないかっていうよりかは、やっぱり1週間から、だいたいいつも2週間ぐらい前にね、川崎では、もうね、直前だったらあんまり合同練習会って、プラスにはね、まあ、なんていうのかな。まあ、プラスになる場合もありますけれども、ちょっとだから離れて、調整を、期間を設けるという意味で、前回と学年別のね、今回練習を行いました。まあ、去年もやりましたね。去年はいろいろ場所を借りてっていうところで、やりましたけれども、まあ、どっかの場所を借りた方がいいのかもしれないですね。まあ、普段の教室でやるっていうのもありかもしれませんけど、どっかで借りたらみんなにとって、ある意味アウェーなところになるというところで、みんなが普段行ったところでないとか、まあ、オリンピックセンターっていう会場はね、普段みんな行ったことがあると思うので、まあ、そういう意味ではね、オリンピックセンター、まあ、何回も行ってる人はね、慣れているということで、そんなにね、影響はないのかなと思いますけれども。はい、まあ、9月23日ね、今回も全科と学年別、2年生以下の部、3年生の部、4年生の部、5年生の部、6年生の部、中学生の部、高校一般の部、で合わせて924人ですね。もう多分過去最大規模じゃないですか。この間多分行われた東海カップ、今、中部カップって名前になりましたね。すいません、名前間違えました。中部カップでは、人数が600人程度というふうに言われてました。中部地方の大会ですよね。まあ、全関東の関東大会は、実はこの全関東の他に隣接している県も OK なんですね。福島県とか新潟県も一応 OK なことになってまして、まあ、924人参加すると。で、それぞれの部門が7部門ありますから、だいたい割ると130人ぐらいですね。130人の中で、まあ、入賞枠が個人総合競技は30枠入賞、それから団体総合競技は10枠の入賞、それから読み上げ算10枠、読み上げ暗算10枠、それからまあジュニア暗算名人、暗算名人決定戦、まあ最優秀選手賞などいろいろあるわけですけれども、まあこの間もね、準備に初めてちょっとね、いろいろな準備に行かせてもらって、まあなんていうかね、みんなやっぱり当然ですけど、裏でものすごい準備があるということをね、大会は、まあ去年は実は僕第50回だったので、まあ記念参加みたいな形でね、出させていただいたんですけれども、やっぱりどちらのね、立場も分かっておくこと、実際に自分が参加した時の、感想、それから実際に自分が運営する時の感想、まあ、今回5年生の、副主任というところでやらせていただきますけれども、はい、まあ、こういうのもどこまで喋っていいのかわからないですけどね。でも、まあ、大会に出る人たちはみんな役割分担表というのは行き届いていますから、まあ、読み上げ委員とかじゃなければね、別にいいのかなっていう気はします。まあ、読み上げ委員でもね、別にね、喋ったからどうのこうのってことは、まあ、多分お咎めはそんなにないとは思いますけれどもね、まあ、これ YouTube 見てる人が得だけで得だよねみたいな、まあ、そんな感じになってるとは思うんですけどね。まあ、とにかくですね、まあね、体調管理には気をつけてと、まあ、こう1ヶ月ぐらい前にもね、同じこと喋ってる気がするんですけどね。まあ、ついついね、僕はやっぱ調子に乗りすぎちゃいやすいタイプなんですよ。もう本当いけないなと思うんですけどね。本当に丁寧に丁寧にね、熱を、
体からね、出して、回復して、それからね、全巻と学年別の大会に、臨めたらいいなと思ってます。まあ、合同練習とかもね、普段やっぱり川崎とかでやるときも、他の地区からも全然参加していただいても全然結構なので、合同練習なんか参加したいっていう方はね、結構川崎の先生で持ち回りで、やってることが多いので、まあ、川崎手段協会はまた人数が増えて、若い先生が増えて、ね、ちょっとまた、11月23日に全国そろばんコンクール川崎大会ありますけれども、まあ、いろんな先生が来て、またいろんな生徒、塾の生徒が参加すると、やっぱり塾数が多い方が盛り上がりますよね。一つの塾だけじゃなくて、二つ、三つ、四つ、五つ、もっと多く。やっぱりその辺多いっていうことが、やっぱり、活性化につながることは間違いないので、まあ僕はね、川崎では競技部としてちょっとやらせていただいてますけれども、まあみんながね、面白くなるように。まあこの間実はアマゾンエコーの方もね、畑中さんいらっしゃって、アマゾン、カップこれからできたら面白いねとか、あとは協賛に Amazon エコーの名前が入るかもしれません。まあほぼ確定してますけど、まあ、これ喋っちゃったらね、もう確定でいいですねみたいな感じで、働かさんいいですかみたいな感じなんですけれども、まあいろんなところからね、協賛を取ってスポンサーを得て、まあ大会のスポンサーっていうのもそうですし、やっぱりこういうところにね、例えばまあ今日ちょっとわざとこの服着てるんですけど、こういうところにね、だって例えばそろばんやりやすいウェアを作って、ここに名前とか入ったら、まあ強豪選手なんかだったら、やっぱり目立つからいいじゃないですか。で、その人はカメラがつくみたいなね。まあ、前神奈川手段選手権大会でも、実は、先週の日曜日に、先週で、この間の日曜日にあったんですけれども、まあ、それも結構、テレビ神奈川とかね、いろいろ入ってまして、まあ、そういった形でね、どん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 テレビとか新聞とか、やっぱりいろんなメディアがね、テレビ新聞に関わらずですね、まあ、僕の YouTube もそうですけれども、こうやって、いろんな、ところに、拡散できる、まあ、そろばんの人、選手、そろばんの先生、そろばんの生徒、もう誰でもいいですけど、そろばんの親、やってる生徒の親、まあ僕ブログいつも探してると、ほとんどそろばんのブログってやっぱりなくて、まあ今ツイッターがね、すごく盛んになってきて、僕は、読みながらニヤニヤしながら、お、増えてるね、そろばんやってる人増えてるみたいな感じで、ね、嬉しく思ってるんですけどね、どん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 発信していただいてね、最近は F0 の点数とか F1 の点数とかはね、ツイッターに乗っけてね、みんなで、シェアし合うみたいなね、まあそのハッシュタグつけながらやってる人もいますけれども、まあぜひね、そんな面白いことも、どん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 ね、若い力を、十分に活用してね、そろばんがまた面白い方向に行ってもらえればいいかなと思います。はい、というわけで、まあそろばんの、このチャンネルね、引き続きご覧になっていただければと思います。ちょっと今日短いですけれどもね、チャンネル登録などしていただければと思います。画質も悪くてすいません。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さようなら。